刻は11時33分になりました。はい、はい、メールファックス続々いただいております。これはりょうさん、大田区の方ですね。はい、あこさん、ダーリー残念でした ね、リオンリオンのことをフリンフリンと言ったのは笑いました。本当になんかそういう名前だったなと思ったんですけど、すいません、ね、すいません、申し訳ございません。まあ、はい、競馬新聞の記者が訴えられないのは、はい、彼らの予想に乗るか乗らないかは自己責任ということなんですよね。そりゃそうです、そりゃそうです。そういうことで言うと、はい、明日の安田記念は、来た、ぜひ安田つながりで、はあっこにお任せ、準レギュラーあこさんとも仲良しの安田美佐子、安田美佐子さんに聞いてみてるといいですよ。あ、安田美佐子さんは、はい、安田だけに安田記念よく当たってるみたいです。本当に？本当そうみたいですね。よくね、そういえばよくなんか競馬見に行ってきますとか、お友達と行ってきますとか、フジテレビ前なんか番組持ってったでしょ。そうですね、うん、定期的にみんなの競馬という競馬中継呼ばれてゲストで出演してますもんね。みんないいな、そういうことも。私本当にそういうなんていうの、趣味もなければ、はい、まあ、趣味、まあ、パチンコも趣味だけど、はい、パチンコのどこは当てれば球がその保留玉入るのか、そういうの分かんない、雰囲気でやってるからね、あれ上手い人はなんか効率的にね、そう入れてるって言いますよね。そうとか競馬の何が決闘がどうでって全く分かんない、雰囲気だけだもん。分かってても当たりませんから。まあそうです、ね、はい、はい、安田美佐子、安田美佐子さんは多分なんかこう巡り合わせっていうんですか。そんなんね、安田に私が聞いたらあいつビビるで。そうでしょうね。そう、彼女を苦しめることになる。それでまた外れたりなんかしてるプレッシャーでね。そう、一回ね、彼女に全部預けたんですよ。20万預けて、学校にお任せで、そしたら何のことはもういろんなの買って、はい、300円の馬券があったんですよ。300円で買ったやつが10な、そうなんですよ、10何倍、そいや19万ちょっとになったんです。ということはまあ金額的には全然損してないんです。損してなかった、300円で買ったやつですよ。わかんない、でもいつもそれぐらい買うんだって遊びで。だからそういろんな組み合わせ、何パターンも買う人なんだね。らしい。はは、私にはそういうことできない。みんな買い方いろいろありますから ね、はい、それは自由だもんね。そういう買い方があるんだから、もともと決められて、そうですね、はい、はい、これは大阪で聞いてらっしゃいますね。嬉しいな、ご機嫌さんから、はい、ああ毎度、はい、割と短いメールですが、はい、アデルの歌をアッコさんが歌ってるって知りませんでした。ああほんまでっか、もうカバーアルバムでガッツリ歌ってますから、はい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 、びっくりしてますと、はい、パンチ聞いててすっごくいいですね。わあ嬉しいな。ちゃんとアルバム聞いてください。聞いてください。ねえ、アルバムに入ってますから。あのグラミー賞受賞曲だけをね、そうカバーしたアルバムが Stay With Me とかねあります。はい、ぜひお気にお気に。あとですね、はい、これは浦安で聞いてらっしゃるおのちゃんさんですね。はい、今都内を配送で動いてますが、はい、いろんなとこで運動会やってるんですね。ああ今日はそんな暑くないからいいんだ。あ、ムシムシするか。ちょっと湿度がね。あ、いいな、でも、はいはい。外にいる実感としては、うん、本当に6月の頭なのかという陽気ですと。あ、じゃあ暑いんだ。湿度が高いですね。搬送とか大変ですよね、お仕事としてね。うん、そうですね、うん。熱中症対策してくださいね、外にいる方という呼びかけ、皆さんに言ってくださってんですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい、皆さんが引き続きメール、ファックス、はい、お待ちしております。はい、ここで一曲、ね、伊藤蘭さんらしい、ね、キャンディーズの解散以来41年ぶりに歌手活動を再開されました。はいはい、アルバムのリリースに続いて東京大阪でもコンサートがあります。はい、そして昨日はオールナイトニッポンゴールドでパーソナリティも担当されました。それではファーストアルバムマイブーケから井上陽水さんなどが作詞作曲を担当している伊藤蘭さんのこちらの曲をお送りしましょう。ララタイム。